こちらリオナリとタラミンです。今日もですね、村井さんにドッキリ仕掛けちゃいました。ありがとうございます。今日仕掛けるドッキリなんですけど、我らがアップワークの運営しているアットブラストってサイトがあるんですけど、そこで遊ぶゲームを作ったんですよ。うちが僕じゃねえよ。それがこちらです。ポーカーで遊べます。ブラウザーゲームなんで、そのまま遊べるんですよ、はい、サイトに登録ば、うん、これ概要欄にリンク入ってます、はい、ちょっと遊んでみましょうか、はい、こんな感じで、うん、もう至ってシンプルなポーカー。変えたいカードを選んでチェンジすると、うん、例えばこれだったら1位以外全部チェンジすると、はい、はあ、ここジョーカー、ジョーカーとどれかでペアが今決まった、うんうんうん、でこういう遊べるゲームなんですよ、うん、でチップを増やしていくっていうゲームなんですよ、はい、でこれをリリース記念してこのポーカーで村井さんと対決したいの、うん、ああなるほど、いいじゃないですか。ただ冒頭にも言った通りこれドッキリですから、はい、これ作ってるのうちだって言ったじゃないですか。なんで、うん、中の仕組みをちょっといじれるんですよ。なので今回ちょっと作ってる中の人にこうしてくださいっていじってもらって、はい、なんとこのポーカー僕と村井さんが対決するんですけど、はい、僕、うん、絶対いい役が揃います。あー、なるほど。そして村井さんの方、うん、絶対に役が揃わない。揃わない絶対村井さん勝つ。そう、 100% 俺が勝つポーカーなんで、 100% 村井さんが負けるポーカーなんですよ。うーん、っていうドッキリ。通常のゲームはこうなってませんので、うん、ちゃんとしたゲーム。そうです、はい、なので今回こちらを使って村井さんに絶対に勝てないポーカードッキリを仕掛けたいと思います。ちなみにこちらのポーカーゲーム何回でも遊べるんですけど、はい、いっぱい遊ぶとこういう風にミッションがクリアできるんですよ、うん、はい、でこれ揃えていくと、うん、抽選で iTunes カード、Google プレイのギフトカード総額10万円分当たります。すげー、すげーよこれ。しかもクリアしてればしてるだけ当選確率が上がるっていう。あー、じゃあいっぱいやった方が有利だ。こちら今すぐに遊べるんで、はい、ちょっと概要欄のリンクからやってみてください。お願いします。この動画を見てね、ちょっとプレイしてみてください、はい、じゃあ村井さんにドッキリ仕掛けていきましょう。イエイ、さあ行くぞ。マックス村井 VS リオナリガチポーカー対決。よし、よし、皆さんこちらリオナリとマックス村井とアダミンです。はい、というわけで我々が運営しているアップワークのアットブラストゲームがリリースされた。で今回はですね、村井さんと僕でこのポーカー対決しましょう。1回ずつ交代交代でプレイしていって戦いましょう。了解です。じゃあまず村井さん、はい、スタート。はい、ランド1、5枚カードを配られまして、うん、これドローポーカーっていうタイプのポーカーなんですけど、チェンジするんですよね。そうです。どのカードをチェンジするかって決めて、今回は私2と3チェンジします。ワンチャンストレート狙いチェンジ、うん、揃わない。はい、これはもういわゆる豚っていう状況です。はい、そうです。豚、はい、全く揃わないワンペアにしか揃わない、はい、だから僕がこれワンペア以上出せば勝ちです。いきます。どうぞ。ゴー。これマックス村井ベッチ9、7、5、3、1。なるほど、難しいねこのカード。まあちょっとストレートもありそうですけど、エースと10を残しましょうか。チェンジ、来い来い来い。うわー、マックス、すげえ。ジョーカーマックス、ジョーカーマックス村井だ。いや、役が出るとあの、はい、ダブルチャレンジ。そうですね、ハイアンドローでこれコイン、はい、そう、チップが倍になるやつ。今回はノットチャレンジいきましょう。オッケー、次私の番ですね、はい、マックスベッチスタート。なんて、うわ、でもなんか揃いそうな感じ。フラッシュ狙いで、スペードが2枚来いっていう、ちょっと割と強めのベットします。スペードが2枚来れば、フラッシュ。チャレンジ。全然ダメ。俺のターン。この時点では私すでに負けてますね。よし、マックスベット、500。おぉ、おぉ、なんだよ、チャレンジ、来い。また僕の勝ちです。そうですね、はい、そうです。でも最後の合計チップ所持チップ数ですが、なるほど、なるほどね、はい、いきます、はい、揃わねえなー。フラッシュ狙いチャレンジ。また豚引きなさすぎでしょ。引きがね、俺いくぜ、はい、ここでそれそれ何かそれ。おお、じゃあもう10残して、いや2と10を1枚チェンジ。9、10、11、12、13で、いや9、10、11、12、13でストレートを狙うのはどうする。いや、ワンペア出せば勝ちですこの勝負。ゴー、来い、ゴー、ゴーすげえ、スリーカード、ゴーウン、ゴーウン、めっちゃゴーウンじゃん。スタート、ストレート狙いでいきます、はい、4と5来い。あさあ、来い、ここ、おお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 。嘘だ、嘘だ。すごくね、おまかじめ言ってこいよ。うん、またなんとも言えないな。もう純粋に強いカード残します。絶対そうだね。フラッシュ筋だ。なバカな、すげえ、なバカな。いくぜ、ゴー。ああ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 あ
カサマだと思いますか？イカサマだね。だったら分かった。なんだなんだなんだ。俺はこれで書いてやるよ。これちゃんとやってるのにこんなこと言われるのは尺ですよ。いけよ。かえ。あ、ワンペア。おーおー、でもジョーカー出てる。ワンペアでした。ラストゴーゴーフラッシュですよ。あ、フラッシュします。参ります。キャーじゃあラストいきます。ラストゴー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 。そんなそんなわけない。じゃあ分かった。さっきの手順でもう一回変えますよ。これでワンペア以上の役じゃなかったらもう俺の負けです。ほー、幸運を見せつけて。いくぞ。おラスト、クリッティン。クラッティン。やるぞ。お前の勝利だ。おー、ブラインさん、はい、デデデデ作ってもらいました。これは絶対に 100% 村さんが勝てないポーカーですっていうドッキリですか。はい、ああそうです。実際のゲームは全くこんなことになってませんのでちゃんと遊びます。はい、はい、フェアフェアフェアだし、ちゃんとした確率です。みんな幸せな気持ちになったね確かになんかスカッとしてましたというわけで改めてなんですけど、はい、こちらのゲーム、今概要欄のリンクから実際に遊べます。アプリのダウンロードの必要ございません、はい、アクセスするだけで遊べます、はい、リンククリックで遊べます。ぜひね、いっぱいやってみてください、はい、それでもしすんげー役が揃ったらロイヤルストレートフラッシュ4カードとか揃ったらスクショして送ってください。アットクラストのログインニックネーム、そのニックネームを動画の最後に1枚入れます。パシャツ、この人が今週のフリーランス幸運の人たち、今週の幸運の人たちって。皆さんぜひとも楽しんでください。はい、ぜひぜひ。一人で本当に隙間時間に遊ぶのにとてもいいゲームだと思います。はい、ちなみにこのポーカーでロイヤルストレートフラッシュが出るまで帰れませんという生放送もやります。お、頑張ります。はい、何時間でもひたすら私の幸運にかけてポーカーやり続けます。はい、ぜひお待ちください。一緒にやりましょう。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画良かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ポーカー概要欄から遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。